皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の数学ミニ連立方程式の7回目、今回は連立方程式の中にこの分数が入っている場合、この場合の解き方を説明していきます。分数を含む連立方程式は分母を払って整数の形にして計算をしていきます。2問問題を使って説明します。括弧1番は2分の 1x プラス3分の 2y イコール4、これを丸1とします。そして 2x マイナス y イコール5、これを丸2とします。分数が入っているのは丸1ですからね、この丸1の式の xy の分数の係数、この分母を見ましょう。 x の係数は2分の1ですから分母は2ですね。そして y の係数は3分の2なので分母は3です。この分母の2と3の最小公倍数を見つけてください。2と3の場合は6ですよね。この最小公倍数の6、これを1の式の両辺にかけて分数の部分、これを整数に直します。つまり2分の 1x かける6足す3分の 2y かける6イコール4かける6、こうなりますよね。時々こっちの4の方に6をかけるの忘れちゃう人いますけれど、ここ忘れないでください。計算すると y の部分は 3x プラス後ろの部分は2が 4y イコール24、こうなります。この式を1ダッシュこうしましょう。で1ダッシュと2の xy の係数を見ます。1ダッシュの x の係数は3、 y の係数は4ですね。2の方 x の係数は2、 y の係数はマイナス1です。で x の係数は3と2、 y の係数は4とマイナス1ですよね。ここで x を消そうか y を消そうかって考えるんですけど、今回は y を消します。2の式を4倍すると y の係数ね、これマイナス4になって1ダッシュの方の y の係数と絶対値が揃いますよね。絶対値が揃って符号が逆なので、こちらを4倍したものとこの1ダッシュの2つの方程式足し算して y を消します。つまり1ダッシュ足す2かける4、これをやるわけです。ちょっと書けないのでこちらに書きます。 3x プラス 4y イコール24、2の式をこれ4倍します。2子が 8x マイナス 4y イコール5子20と、これ足し算しますね。そうすると 11x イコール44、両辺を11で割ると x イコール4となります。この x イコール4を1ダッシュか2に入れるんですけれど、今回はじゃあ1ダッシュの方に入れます。こちらの式に入れます。 x4 ですから 3×4 で 3×4×12 足す 4y イコール24、 4y イコール24引く12で12、両辺を4で割ると y イコール3、こうなるので、この連立方程式の解は x イコール4、 y イコール3と、このように求められるわけです。では括弧2の方に移ります。さあ括弧2の問題見てみましょう。
3x プラス y イコール22、 これを丸1とします。6分の 2x プラス 3y イコール4、これを丸2とします。これ分数の形になっているのは丸2ですよね。で、丸2の式の分数の形の部分、ここの部分、分母は6だけですから、この丸2の式両辺を6倍すれば分数じゃない形になります。6分の 2x プラス 3y かける6イコール4にも6をかけますね。4×6、 ここの部分が約分できちゃって、 2x プラス 3y イコール4×6=24 と、これね、丸2のダッシュこうしましょう。そして丸1の式と丸2のダッシュ、この x と y の係数を比べます。丸1では x の係数は3、y の係数は1ですね。で、丸2のダッシュですね、 x の係数は2、 y の係数は3になっています。そしてそれぞれの係数を比べる。 x の係数は3と2、 y の係数は1と3で、これ丸1の式を3倍すると y の係数がそれぞれ揃うことが分かりますから、これ丸1の式、これを3倍して、で、符号は正の数、正の数ですから、これを引き算すると、こういうふうに計算します。丸1の式、3倍するとサザンが 9x プラス 3y イコール66で、丸二の方は、丸二のダッシュですね、 2x プラス 3y イコール24、これを引き算すると 7x イコール42。両辺を7で割るとちょっと書けないので、こちらに行きますね。 x イコール6となります。この x イコール6をこれ丸1へ代入しましょうか。丸1、どちらにやっても同じくらいですね。これ丸1へ代入します。そうすると 3x ですから、 3×6、 サブ6、18足す y イコール22、 y イコール22引く18となって y イコール4、ここ出ました。 x が6、 y イコール4と、ですから答えは x イコール6、 y イコール4と、このように解が求められるんですね。今回はこの連立方程式の中に分数の形が入っている場合、この時の解き方について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。